どういうこと？さあ始まりましたよ。7月1日水曜日の午後9時になりました。はい、今日は国民安全の日、心の日、童話の日ですね。あとお誕生日が明石家さんまさんの誕生日です。はい、それと AKB48 のこちらが斉藤夏樹さんのお誕生日ですね。あとミュージシャンの橋本一子さんのお誕生日です。はい、おため改めましてこんばんは、みえみえことみえこです。あゆことあゆかです。まゆことまゆみです。そして手と足と態度がでかいてつぴーです。はい、よろしくお願いします。はい、独特の間合いがありますよね。うん、違うところもでかいんだけどね。はい、大丈夫、これ霜大丈夫。霜じゃねえよ。そうです、ちょっと大げさに言った。口も大きいのかな、もしかしたらビッグマウスってことですか。ビッグマウスなのかな。はい、そういうことでいいですね。はい、あ、そうです。あれですね、まゆさんもね、レギュラーとしてね、入っていただいてるんですけど、ありがとうございます。ね、こうタイトルコールのね、言うタイミングがちょっとまだつかめないですよね。どうなのよ、どうやって言おうかっていうね。ちょっと、あゆまゆそういうことにするのか。で、やっぱり俺はいないんだよね。じゃあ、みえみえ、あゆ、まゆ、そういうこと。俺もいるよ。俺もいるよ。俺もいるよ。やにしよう。なんかすっごい、なんか おまけみたいな感じで。はい、みんな主張したがるみたいな感じですね。本当だね。絶対名前言いたいみたいな。そんな感じでね、新しく7月1日、ね、新しい月始まりましたので、はい、ちょっと番組のタイトルとかね、はい、ちょっと中身もいろいろ検討しながら、そうそうですね、リニューアルを徐々にしていきましょうね。徐々に今日からじゃない。徐々に弁当食べたい。まゆさんの、ね、コーナーとかもね、あらあらね、買ってほしいよね。ちょっとずつ気づかれないように初めて言って気づかれないように。いつの間に新しいコーナーできてたのみたいな。霜も大丈夫だからね。霜も大丈夫なの。大丈夫だからね。だって霜の塊の人がいるさ。霜の塊。いや俺テツピーだよね。私何も触れてないもん。はぁ、あ、マイナス映画。はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きますよ。はい、週の真ん中水曜日夜9時、沖縄市パーカベニューにある FM コザのスタジオから元気に生放送しています。みえみえあゆそういうことは、明日も頑張れる自分になるための元気注入リクエスト番組です。ラジオを通して私たちと一緒にゆんたくおしゃべりを楽しみましょう。はい、そして7月のトークテーマはまだ半年、そしてもう半年です。もうね、1年の半分も過ぎた、折り返しちゃったんだね。なんですよ、この半年間を振り返ってみたり、この後の半年間の抱負、目標などがテーマとなっています。皆様のこの半年間の起こった出来事、そしてこの後の半年間のやってみたいことなどお聞かせください。そしてこのほか、自由なユンタクを楽しむ中ヌ現場、脱力系お悩み相談、あゆみつ先生の親波病院、みんなで乾杯、お疲れ乾杯があります。あゆみつ先生へのご相談、そして私たちに試してほしい新商品の情報などもお寄せください。お待ちしています。はい、はい、では、メールの募集は私の方から、メッセージ宛先はメール761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp 761は数字です。もうスタジオの中でないかごちゃごちゃしてるね。もう本当にね、ジェスチャートークしてるから準備中。カメラのね、ユーストリームツイキャスの、はい、カメラのセッティングが手こずっててね、ちょっとね、めっちゃローカル感出てますけどね。ローカルならではね、ならではですかね、面白いですよね。はい、手元が映ってるとかね、健康が見えちゃってるみたいな。
はい、はい、では、はい、メッセージ募集してますよ、はい、761@fmkoza.jp です、はい、番組名のみえあゆ、そしてあなたのラジオネームを添えてください。電波が届かなくても動画で見ることができます。インターネットで、FM コザのホームページを探してユーストリーム、またはスマートフォンにツイキャスアプリを入れてお聞きください。ご参加お待ちしております。はい、みえみえあゆそういうこと。この番組はヤドカリマークが目印の運転代行潮風の提供でお送りいたします。はい、はいはい、あ、これ一番受けの理由は言わなくていいですか？何ですか？あゆの背が今低くなったんですか？そう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 、なんかツイキャスで顔が映ってる、ツイキャスの顔が映ってる、なんかこのデコレート部分が映る、2人映ってるっていう、ね、それでまたちょっと喜ぶ、いや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 ような感じではあるんだけどね、セクシーな感じでしょうね。そうそう、はい、カメラブレブレで、本当に今テツピーがね頑張ってカメラセッティングしてますので、ね、そうそう、ツイキャスの、ね、カメラ位置を今調整しています、はい、ちょっと安定するまでお待ちください。はい、はい、じゃあその間にですね、音楽いきたいと思います。はいはい、はい、今日は誰が、はい、そうですね、私いきますね、はい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 、はい、本日はですね、はい、私おすすめのアプリ、音楽配信アプリですねのアワという、うん、あのアプリがあるんですけど、わかりますか？テレビ CM してますね今、はい、やってますね、うん、はい、そのアプリの中からですね、はい、ドライブにかけたらモテる曲たち特集のランキングトップ3でお届けいたします。はい、このアワはですね、登録なしですぐに聴けるアワはいつでもどこでも好きなだけ聴けて、ジャンルや気分で楽しめることができる注目アプリです。それではランキング3位からいきましょう。ビッグバーンでバッドボーイ、どうぞ。
ビッグバーンでバッドボーイでした。お知らせの後はチューヌ現場のコーナーです。チューヌ現場、事件は開示して起きてるんじゃない、現場で起きてるんだよいや、いつも通り噛んで順調に進んでるぜ。かまったお前はおかしいぜ。順調ですはい、はい、じゃあ行きましょうかね、いつもの調子でねはい、はい、テレビやラジオの現場で働いている私たちですが、この時間は仕事からプライベートまであらゆる現場で体験したことを報告したり、今月のトークテーマについてリスナーの皆さんとユンタクしたりする自由なフリーなコーナーです、ね、はい、はい、今日ですね、ギャラリーに、うん、スーパーマリオが遊びに来ています、ね、ありがとうございます、ヒゲも生えてます ね、 ね、テレッテレッテンブン今コイン取った、青のねオーバーオールにね赤 T シャツを着て、はい、赤の帽子をかぶってきてくれて、じゃあ来週のリクエストしようか、あ来週来週はルイジーとか、ルイジヒゲはそのままでルイジー持ってるんですか、先週は和服だったから、オッケー、じゃあヨッシーは、オッケー出ましたよ、ルイジーって何色でしたっけ、黄緑に、そう緑と白だった、白でした、うん、あそっかそっか、すごい、もういろんな衣装持っててね、じゃあ無理なんだよちゃんと言って、無理なんだよ、こだえてもらうっていう、リスナーさん来てくれるだけでね、ありがたい、コスチュームにお金かかっちゃう大変だね来ることがプレッシャーになりますコスプレしなきゃみたいな本当にコスプレッシャーね、はい、うまい、うまいね、出たよっ、テスピー出ました、はい、次行こうか、はい、あ、じゃあメールご紹介しますよ、はい、はい、こんばんみー、みえみえ様、あゆー様、まゆー様、テツピー様、はい、おー、9時、はい、だよ、全員集合、おイエーイ、ありがとうございます、こんばんみー、スーパーマリオからですね、じゃないか、ムーネーさんからですね、ありがとうございます、ムーネーさん、ありがとうございます、はい、7月でござんす、うんうん、今日はいざよい、実は満月よりいざよいの月が綺麗だったりする、おー、素敵、おしゃれね、そういうことをさらっと言う男性ね、そうね、はい、なんかちょっとお前ちょっとにやけてるね今そういうなんかいい
ね、ちょっと風情がある、うん、そうロマンチックな ね、ロマンチックだわ、見れるっていいよね、はい、ここに来るとき十五夜のまん丸お月様を見ましたわ、それはそれは綺麗だった、うん、来週は七夕ですな、何をお願いします、うん、私はもちのろん、うん、彼女ができますようにとお願いしまする、ね、ちなみにスーパーマリオなんだわ、ヒゲもカスタマイズしやした、ね、やっぱりマリオからのメッセージでしたね、マリオさん、もちも、もしもロンって言ったでしょ、もちのロンですね、もちのロン、はい、ロンっていうのはマージャンのロン、はい、ね、要するに上がり気分、上がり気分、うん、そうでもない、そうでもないって、わかんない、そうでもないみたいな、そうか、そうでもないって、首横に振ってた、ロンで上がる、違うそうですちょっとジェネレーションギャップだったかもしれないね、はい、すみません、あ、そうそう、今日もっと月が綺麗だったし、うん、本当ね、空もくっきりして、ね、そうそうね、お月様見えてましたけどね、あのラジオ聞いてる方ももしかしたらね今ね見上げてるかもしれない、そう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 ですね、見てみましょう帰りにちょっと、ね、そうだよ、たまにはそう、何をお金落ちてるんかなって下見るんじゃなくて上を見て感じることいっぱいある、うん、そうね、そうです、大事ね、うん、本当に何かお願いしたいことありますか、七夕ね、七夕何をお願いしようかな、なんかあのヤフーニュースとかで、うん、あの子供たちが書いた短冊って言って、うんうんうん、なんかこの写真が貼られたりしてたんですけど、うん、あのね、ちょっとぶっ飛んだ、ね、願い事書いたりするじゃないですか、仮面ライダーになりたいとか、ね、うん、なんかロボットになりたいとか、今日のヤフーニュースで見たのはスパイになりたいって書いてあって、でもなんか夢があってかっこいい、そうそう、うん、スパイになるのを公言したらなんかね、あ、そっか、その後なりづらくないかなちょっと思ったりするんですけど、あゆは A カップになりたいでしょ、 A カップだよ今え、俺のせいじゃなかったっけA カップかなってるよおめでとうございます、いや、なんか自分で自爆したみたいな感じになってますけどいや、私はですね、あれですよ、あの、もうリアルな感じで年収1000万稼ぎたい、うん、かっこいい、金の亡者、いや、金がないと人間生きられませんから、月収、月収ですよ、月収1億超えですね、年収は、そしたら、ハードル上げちゃった怖い怖い怖い、ね、でも分かんないよ、ね、夢ですか、自由だからさ、大丈夫、そしたら、うん、おっぱいも大きくなる、おっぱいも大きくなるね、1000万あればね、1000万あればそのわずかね、10分の1の値段で手術費用を100万円当てられるみたいな、そういうことさその時は内緒にしてね、入れて、入れても何も言わないでね、うん、黙っとく、世界中の人に今言ったけどね、そうね、今ね興奮しちゃったけどねえ、じゃあまゆさんは 何お願いしますか、何がおうかな、まゆ、うん、とりあえずもう今ちょっと歯の治療で頭がいっぱい先週に引き続き歯の治療もうごめんなさい、ちょっと短すぎる話題なんですけど、でも全然なってますよ、今ちょっと、うん、そう、先々週からすごい銀歯がキラリと光ってるっていう、うん、暴露をして、うん、その後、うん、先週、うん、もう先生に言ったんです、もう、うん、もう一刻も早くこれ抜いて出て白に変えてほしい、そうそう、白に変えてほしいって言って、今ちょっとなんかそれ現在進行形で、さすがにこの銀色に光るものは取ってもらって、こう代わりのものを詰めてもらってるんです、再来週完成するよって、言い方がいい、うん、キラリと光るって言ったでしょ、キラリと光る自分がキラリと光ってるみたいな、なんでなんかそんな風に聞こえたね、大事じゃない、大事ですね、そうそう、目に見える表現ですごくいいじゃないですか、じゃあ、みえ姉さんはキラリと光る願いは何でしょうか、何でしょうか、何でしょうか、このキーワードを使って、うん、使って本当だね、でもあゆが言ってたみたいに、うん、そう、年収1000万とか夢だよね、やっぱりそれ月収だよ、あ、月収、あ、月収、月収ですよ、じゃああれだな、うん、じゃあ欲しいもの言ってもいい、はい、いいよ、国産高級車のレクサス、うん、俺フェラーリが欲しいです、フェラーリの、いや、リアルに欲しいからね、スポーツタイプのやつね、うん、CT から始まるやつ、片足が、すげえ、あれ欲しい、ちょっと頑張れば買えるかな、ね、俺昔のフェラーリが欲しい、ちょっとリアルだね、中古で500万ぐらいね、そうなの、新車で一応1000万ぐらい、いや、昔のフェラーリが欲しい、さっきから言ってるけど何回も私が喋る番終わったんですか、1億2000万円ぐらい、レクサスってなんかレクサスオーナーになったらシャンパンとか開けてくれるんでしょ、うん、そうなの、おめでとうございますとか言って、新車で納車したら、なんかシャンパンが抜かれるとかって噂を聞いたことがある、素敵、本当かどうか分かんないけど、その時やっぱりキラリ
れて光るキラリと光るちょっとお嬢様扱い素敵そうなんだよでもちょっと見えなかった 頑張る新車で買う、ね、新車で買いましょう1000万、ね、新車で買ってください、ね、テツピー頑張らないといけないね新車で買ってもらうでもいいちょっと待って買ってもらうのが一番いいね買ってもらいましょう1000万は自分の懐に、うんじゃあみんなの分俺は買えばいいのありがとうございますありがとうございますありがとうございますみんなで車買ってくれるの何色がいいかな何もう話は進んでますけど何色があるんだろう黒と白黒赤白黒赤白赤もあるんだ白は上品だと思うよ、うん、ブルーいいな、ブルーがいいね、うん、お前赤と白だろ、うん、うん、ブルーがいいなうん沖縄の俺はブルーになるなブルーやだ本当だはい、ちょっと欲しいものじゃないんだけどね、うん、今月のテーマは、うん、あのまた半年、うん、もう半年ということで、そう、ね、そうそうこの1年があの折り返し地点になりましたので、うんね、早いねこの上半期のおさらいと、うんはい、これからの目標と、はいはい、何かありましたら鉄ピーさんからじゃあお願いしますどうぞ興味なさそうだったので、ね、そんなあなたから当てていいですかね、先生みたいそう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 聞いてない人から当てるはい、この半年の抱負をお願いします、はい、半年の抱負、うん、そう12月31日までにやっておきたいこと、はい、そうですよ欲しいもの、うん、もうあるですよ叶えたいことはい3、2、1はい終了3秒待ったな時間が欲しい時間が欲しい時間が欲しいあは、ね、時間はないですよ、ね、ラジオは1時間しかないですそうですよ時間欲しい帰りまでにじゃあ、うん、帰りまで考えて宿題ね宿題ではい、はい、じゃラジオの前の皆さんにねちょっと他人教官になりますけど皆さんのねこの半年の夢、うん、目標がありましたら教えてください、はい、お願いしますはいどうぞ行きましょうはい、では一度締めましょうかね、はい、ここまで中の現場のコーナーでしたはいじゃあ曲紹介行ったり行きましょうか。じゃあ私行きましょうか。はい、まず行きます。曲紹介2曲目ですね。はい、今日はあゆおすすめの音楽配信アプリのあわからドライブにかけたらモテる曲たち特集のトップ3をお届けしています。はい、音楽配信アプリあわはお気に入りの曲をマイフェイバリッツ、はい、にフェイバリッツショーマイフェイバリッツに保存すれば、はい、いつでも好きな曲を好きなだけ聴くことができる超画期的なアプリなんです。そうなんだね。そうなんです。では続けてランキング2位お送りしましょう。クラスブラごめんなさいね。クリス・ブラウンで、はい、You。あなたです。あなた。
お届けした曲はクリス・ブラウンで You でした。あゆみつ先生の親並み病院うふん。さあやってまいりました、はい、集団コスプレの時間ではございませんお色気コーナー、あゆみ先生の綾波病院のコーナーです、はい、誰でも、暮らしの中のちょっとした悩みってありますよね、うん、恋愛体質のセクシー女医あゆみ先生、まゆみ先生が皆さんのお悩みを面白おかしく、はい、時には真面目に解決いたします。はい、こんばんは、はい、今日もよろしくお願いいたしますあゆみ先生と、はい、弟子のまゆみつでございます。よろしくお願いします。なんだこのなんか変なのですね、はい、あのですね、はい、本日なんかお隣に可愛い子ちゃんがいらしてるんですけども、はいはい、ちょっとご紹介よろしいでしょうか。はい、 ヤンバルから来ました、はい、ピーナッツボーイと申します。ピーナッツボーイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。勇気ある生親並みですけどね、本当に来てくださってね。そうですね、よろしくお願いします。今日は生で親並みにお答えしたいと思いますので、はいはい、全身全力で、はい、解決したいと思います。はい、はい、お願いします。どんな悩みなんでしょうか。はい、はい、じゃあ早速聞いちゃいますか、はい、聞きましょうか、はい、では、はい、ピーナッツボーイさん、一番診察室にお入りください。はい、私の悩みなんですが、はい、私の職場にですね、はい、まあ、50代の、はい、女性の大先輩がいましてですね、はい、まあ、その女性は、はい、まあ、立派な方なんですけど、はい、格好がですね、お下げという、まあ、女子高生とかよくやる髪型をしててですね、はい、まあ、非常にちょっと若々しく見せようと思ってるんですけど、ちょっと見る方としては辛いという悩みです、はい、あのやっぱり美人なお二人、はい、三人さんにお伺いしたいんですが、どうなんですかね、はい、でも基本的集団コスプレですからね、はい、あ、認めちゃったのねそうですかね、そんなこと言えないんじゃない、言えないかっていうふうになっちゃうんですけど、まあ、わかりましたね。先ほどのジェスチャーからは、うん、あのね、このツインテールね、うん、このあポニーテールが横に2つ、ね、はいはい、ついてるような感じですよね、可愛らしい髪型ではあります、はい、そうそうそう、あの、うん、
そうそう、セーラームーンみたいな感じなんですけど、それが、そう、5時代の女性がやるとちょっとなんとなく違和感を感じていらっしゃるということなんですかね。で、ピーナッツボーイさん自体はどうし、どういう親並みですか。これはどうしてこの方にうまく直した方がいいよっていう伝え方ですか、どのように伝えた方がいいかっていう悩みです。違う髪型にしてほしいっていう、はいはい、違う髪型に、ね、もう素晴らしい方なんですけどね、はい、女性なんですけど、そうなんですね、仕事はバリバリやる感じで、はいはい、そうですね、はいはいはい、なるほど、なるほど、いかがですか。うん、どうなんですかね。わかりました。はい、じゃあね、見立てを伺ってみましょうかね。はい、はい、ではあゆみ先生の見立てはいかがでしょうか。ズバリ言うわよ、ポニーテール症候群。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どういうことですかね。そうですね、まあツインテールですね、いわゆるこのセーラームーンの、はいはい、髪型はそうですね、逆にポニーテールの姿も見てみたいなということで、はい、提案をしてみる。あ、私ポニーテールの女性好きなんですよ、うなじの部分が、はい、っていう形でそう、ちょっと見てみたいなという形で、はい、でそれをやってきた日にはすごいいいよいいよのいいよいいよ連発してね、はい、みんなでじゃれんしゅしてみます。わかりました、はい、せーの、 せーのいいよいいよということで、はい、右手の親指出せるんですね。そうです、はい、この2つから1つにすると、2つから1つに、なるほど、それだけでも半分解決してますからね。ありがとうございます。本当、はい、なるほど、ポニーテールだったら大丈夫そうですかね。そしてさ、ポニーテールをほら徐々に今度下に下ろしていけばいいんだよ。そうですね、深い位置のポニーテールがどんどん下に下げていけば、どんどん年相になっていきますかね。年相になっていきますからね。ありがとうございます。参考にしてみてください。ちょっと今日ピーナッツボーイということで、ありがとうございます。比江島のピーナッツを持ってきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ピーナッツボーイさん、すっごいこれ美味しいんですよね。はい、すいません、味噌入り、味噌入り、最近、まあ、人気の味噌入りのピーナッツもありましてですね。わー、へー、こういう、ありがとうございます。沖縄のね、伊江島の、うん、あ、家島のね、あの名物のこのピーナッツをですね、あの黒糖で絡めてあるね、お菓子になるんですけど、すごく人気ですよね。俺の味噌味ということで、はい、そうですね。これ新しいんですか、はい、なんか普段見たことがあるものとはちょっと違う感じが、黒糖とはまた味が違った、はい、コクがありそうですね、はい、ピーナッツさん、これは地毛ですか。あ、これ地毛です。地毛で、はい、地毛でね、そこスルーしちゃったんですけどね。はい、ありがとうございます。ブロンドヘアでね。ブロンドちょっとちょっと夏はちょっと暑いんですけどね。サーファー風でね。はい、よく言ってますよ。サーファーです。サーファーです。サーファーです。胸元のね、あのきらびやかな、あの青い蝶ネクタイが。聞いてる、こちらはアファーだけど。アファーですね。はい、今が。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、よかったらその後もお付き合いいただければ。もう引き続き。最後までよろしくお願いします。はい、そうですね、はい、報酬はピーナッツでしたね。ありがとうございました。ギャラはピーナッツ。ハトのやつでしかしてない。しませんから、ちゃんと食べますから。ハワイに持って帰る。ハワイに持って帰りますよ。ハワイに広めましょう、ね、広めてください。お願いします。ありがとうございます。はい、はい、じゃあピーナッツボーイさんもお付き合いいただいて、もう一方、はい、じゃあお招きしてよろしいですかね。はい、はいはい、では2番さん、診察室にお入りください。はい、真由美先生のチンですね。はい、次は真由美先生が優しいのチンです、はい、女性ですよ。一回しか言ってないからセーフなんじゃないの。そうですね、はい、ね、じゃあいいですかね。はい、はいはい、みえあゆまゆネーム、うん、人生は辛いよです。人生辛い、どうしたんだろう。私は23歳、コンビニのバイトをしながら保育士の資格を目指しています、うんうん、だから子供は大好き、はい、今夜も私はコンビニでバイト、はい、そこに母親と親子がレジにやってきました、はい、やはり子供が大好き。いつも通りのその子に僕いくちゅうと聞きました、はい、その子は3歳と可愛い笑顔で返してくれました、うん、可愛いと思いました、はい、お姉たんは何歳に見えるかなと定番の返し、うんはい、しかしこいつは一言豚みたいと
気が動転後ろに並んでいる人も違うところを見ているありさま後で整理しました、はい、何歳に見えるかなが何に見えるかなに聞こえたのだとでもやりきれないそれから子供不審に陥っています、うん、助けてとなるほどね、はい、いただきました、まあ、あるあるですね3歳の子供が ね、 見たまま怒って豚みたいって言われる豚みたい豚ですけど何かブーブーお前も豚じゃないのって食っちゃうぞって返す逆に返す、あ、なるほどね、うん、あまあ分かんないですけどねあゆみ先生としてはもう逆返し、うん言われたらダメな言葉だよっていうのを教えてあげる。これ、うん、でもマイミセンサー。ズバリ言うやを、で後でいいんじゃないの？え、これはあ、じゃないです。今はあのマイミ先生の診断ですので、そうそうそうこれから私が診断するという。そうですね。なるほど。マイミ先生的には。もう言ってるよね。マイミ先生で出したらっていうことでね。うん、まだ今インターシップなので、マイミ先生は。インターシップなのですので。そうですよ。はい。二年の。そうちょっと長いね下積みを経てようやくデビューするそうですよ、はい、本家はあゆみ先生ですからねそれで本家もないから今からチェーン展開をしていこうチェーン展開をするどうございます手広くやってますはいどうぞはい整いましたよ整いましたかはい整いましたよではまゆみ先生の見立てはいかがでしょうかはいズバリ言うわよ倍返しだ古っ証拠分倍返しだ倍返しだ倍返しだしかもちょっとあゆみ先生のもちょっと盗みつつはいそう本当もうこれは子供には、うんうんうんひるんじゃダメなんですよ。ですよね、なるほど。ひるんじゃダメ。あ、もう意外とね、あの大人と一緒な扱いでいいんですかね。じゃあ例えばそういうふうに言われたら、まゆみつ、まゆみつだったら、うん、歌みたいだねー。鼻ブーブーする。子供の鼻をグリグリするんだよ。あなたも豚みたいだねーっていう。笑顔でね、そうそうそう。笑顔で笑顔怖いな笑顔でやってください笑顔でやらないと、はい、笑顔で笑顔でお前殺すみたいな感じでも一応お母さんが見えないところがいいかな余計怖いですね怖いねあいでって思ってそうでやっていった方がいいかなそうです ね、 ね、はい、ゲストの近所ははい、きえピーナッツボーイさんですよピーナッツボーイあごめんねあ近所でしたピーナッツボーイは、はい、ピーナッツボーイさんはどう思いますかあ、ママありがとうって言いますね ありがとうありがとうこれ人が受け止めちゃう大人ですね、はい美味しいんだぞって言う、はい、ね言ったりとか おじさんのカムカとか絶対まずいだ優しい、ま、優しいそういうのってあの男性の方ってあのそういう受け止め方ってすごい素敵ですよねそうね女性ってもうね何だともう対等にやるのどの口がどの口がどの口で物申すかねえ、本当ね。怖。ネゴサでございますけど。ネゴサね。はい。ね、はい、参考になりましたでしょうかね。全然参考になってないけど。ぜひお願いしますね。はい。はい、じゃあお時間となりましたので。はい。まあ、蜜が怖いっていうの分かった。それで教えてあげるんだよブヒブヒって させるんでしょ怖くないできますよじゃあねはい、はい、M 先生の親並み病院今日の診察はこれで終了です悩める子羊たちいつでもいらっしゃいありがとうございましたさよならさよならさよならバイちゃん昭和がいた昭和がいた今昭和がいた, がいたはいピーナッツボーイさんもありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございましたはい昭和がいた今、はい、ここまで食のコーナーでしたはいじゃああゆまゆがね戻ってくるまでの間曲紹介して、はい、待っておきたいと思いますよはい、はいでは今日はあゆおすすめの音楽配信アプリアワからドライブにか
ドライブの時にかけたらモテる曲たち特集のトップ3をお届けしています。アプリアワの一番の魅力は何といっても音がいいですか、聞いてもらっていいですか。何といっても音がとてもいい。それからそれから歌詞まで出てくるんです。もうこれはダウンロードするしかないでしょう。それではランキング1位をお送りいたします。ジャスティン・ティンバーレイクで ジャスティン・ティンバーレイクでテイクバックザナイト。お送りしたのはジャスティン・ティンバーレイクでテイクバックザナイトでした。この後はお飲み物ご準備ください。お疲れ乾杯のコーナーです。待って、乾杯。
してきました、はい、最後のコーナーです。お疲れ乾杯のコーナーです。リスナーの皆さんとのおしゃべりを魚にスタジオでお酒や新商品をたしなむ実食コーナーとなっております。はい、今回はアユセレクトです。そうですね、今回ご紹介するのは、はい、三ツ矢本舗のドラゴンボール、いわゆるサーターアンダギーです。はい、お願いします。サーターアンダギーなんですけど、サーターアンダギーなんか割れてないんですよ。そうです、この球体、まん丸、そう、まん丸、そうなんですよ、びっくりする。はい、サーターアンダギーは女の駅で販売されていますよ。はい、はいはい、まずは乾杯しましょうか。そうですね、ね、食べ物だけどね。はい、会場の前の皆さんもね、ご一緒に、はいはい、今日頑張った自分に、本当だね、に、ね、せーの、お疲れ、乾杯、いただきます。俺にはないけど鉄ビタベタから早めにした人はもうおかわりはありません。うわ、ん、ー、ね、もちもち、本当だ、おいしいですね。柔らかくて、柔らかくてお前大丈夫か、グルメリポートちょっと噛みましたかね。うちも柔らかくなっちゃったどうですか、おいしいです。おいしいですか、はい、よかったです。なんか弾力感があるよね、うん、はい、そうなんです。サーターアンダギーってちょっとサクッとサクッてやるか、ポロポロってやって、なんか飲み物が欲しくなったりとかするけど、うん、はい、そうなんですけど、意外にあっさりしててポンデリングに似てません？似てる、ね、大好きなのこれ、もちもち感がね、うんうん、ポンデリングがわからない。ポンデリングってさ、うん、ミスタードーナツの、あ、そうそうそう、はい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 、ライオンの形のね、あ、そうだな、それにちょっと似ている感じ、あ、ね、まあ、向こうよりも甘さ控えめですね、うん、あ、そう、うん、甘さは全然、甘さ控えめで、うん、そう、秘密は何かあるのこれ。はい、秘密はですね、このあれですね、ドラゴン、これまずは名前ですね、はい、はい、ドラゴンボールと名前をつけた由来は、はい、琉球です。はい、琉球の竜と天空を舞う竜という字に当てて、いわゆるドラゴン、球はボールですよね、それでドラゴンボール。今は2代目が先代の味を引き継ぎ、創業23年になりますということなんですけど、この食感もちもちという食感なんですけど、なぜかというとタピオカと、はい、小麦粉のブレンド生地で揚げているからなんです。タピオカのあれが、はい、反発力があるんだね。そうですね、タピオカが、ね、うん、まあ、うん、ちょっと違う食感を出してくれてるっていう感じなんですけど、うん、まあ、サーターアンダギーって、あ、こちらはサーターアンダギーも売ってるんですけども、うん、賞味期限が1週間ぐらいらしいんですけど、これはもうその日、そうなんだ、1日限定って聞いた、はい、そうなんですよ、1日100個限定しか作ってなくて、うん、今日私3時ぐらいに、うん、買い求めに行ったんですけども、うん、もう10個ぐらいしか残ってなくて、もう最後ですよっつって、よかったね、間に合って、よかった、間に合ってガチマヤヤまあね、自分用も1個買って車でつまみ食いしましたけども、リサーチしないといけないからね、しないといけないですから。そうそうそう、このドラゴンボールはですね、実は2種類楽しめるんです、はい、今回、はい、うんうん、今回お召し上がりいただいたのはベーシックなドラゴンボールなんですけども、うん、ドラゴンボール Z っていう名前であと1種類ありまして、これ完全にあれですよね、これは何かに似てるトリビュートですよね、トリビュートZ はですね、あんこ入りとか紅芋入りとか、はい、あります。なので、あの、どそちらもね、一応試してみてはだから値段も一個安いよね、うん、安いです。値段はですね、ドラゴンボールベーシックなタイプが100円で、アンコーリードラゴンボール Z が110円ですね。安い、はい、すごい、試したい。だってこれ大きさもね、そうそう、拳よりはちっちゃいけどって感じで、ね、俺の拳よりも大きいか、うん、鉄ピーの拳よりはちっちゃいな、ね、ああいうの拳ぐらいじゃない、そうですね、まあ、そんな小さい、あっちのちょっと一緒ぐらいで、まあ、でもこのあんだけあれですね、3個ぐらいいけそうくないですか、いけるいける、全然軽くいけちゃいます、ね、軽くいけちゃいます。そう、まずなんかこの見た目が愛らしいから、かわいい、お土産で買ってってもなんか喜んでもらえそうだなみたいな、これなんと思うみたいな、サタンダギーだよみたいな、重量感があんまりないよな、ないね、そうそうですね、ふわっとしてますね、そう、油で揚げた感じはありますけど、うん、まあ、でもその軽い感じ、ね、本当に本当にいいと思いますよ、まあ、そういう食感も大事、そうですね、面白いなと思って、はい、女村の女の駅で発売されてますのでね、うん、ぜひ皆さんお買い求めください。はい、いいですね、いいですね、うん、今回ちょっと中部まで足を運んで、北部か、女村から、北部、女村、北部から、はるばると、そう、ね、
撮影帰りでねそのまま帰ってきたんですけど差し入れにもいいね差し入れにもいいですね喜ばれるね、うんうんはい、今日せっかくあのピーナッツボーイさん来てるので、うん、何かこの島の宣伝してってくださいよ、うんうん、そうだよそうだよそうだよ、はい、あ、家島なんですか、まあ、あの出身は家島なんですけど、うん、そうなんですね、はい、まあ、あのピーナッツで有名なんですけど、はい、最近はですねあの小麦を栽培してまして、はい、小麦、はい、小麦それで、まあ、パンを作ったりとかですねまあ、このチップスを作ったりとかですねいろいろ新しい、はい取り組みをしてる取り組みをしてますんで、ね、国産小麦っていいですね、はい、県産だねさらに県産、まあ、チップスっていうことは結局じゃがいもみたいな感じのポテトチップみたいな、はい、米粉的なやつですよね、はい、そうですねもうそれお土産で出てるんですよ、はい、そうですね欲しい、はいうん、じゃあこれ返すからいや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 これもらっていきましょうピーナッツ美味しいですよ、はい、それもお送りしますんで楽しみにしてまーす、すごいそっか家島って言ったらね修学旅行小学校の時に来た家島ね、まあ、定番だよな、ね、あれでもさ見た時に岩見た時には行けるっしょと思って、うん、登ったらそう家島だっきつかった小学校使った登るたのに最近行ったんですよ私去年ぐらい、うん、友達と、はい、女子旅で、うん、全然きつい、ごめんそれね年っていうの年ですね年盛りですね年盛りだねちょっと整備されてきてるんじゃないんですか、はいまあ、今は登りやすくなってるんですけどね。ゴツゴツした感じだと。ロープみたいなのこう伝わなかった。ね、そう途中で違った気がしますけど。なんかロープウェイとか作ったら。そうですね、ロープウェイ作るの。それもあった方が。ポケットマネー。登るからに意味があるじゃないですか。そう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 。あっという間に着いたらちょっとね風景も何も。なんでそれぐらい魅力的あるところだろうな、はい、うん、海も綺麗だしね、 ありがとうございます、いいところだよね、島上げてねちょっとそういう活性化してますからね、はい、またよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、はい、エンディングの曲が流れてきました、はい、あと2分ほどでお別れの時間です、うん、はい、見え見えああいうそういうこと、この番組はヤドカリマークが目印の運転代行潮風の提供でお送りいたしました、はいはい、はい、それぞれの感想だな感想手短く手短くあれ今日のあの宿題なかったでしたっけ、あ、そうですよ、短冊願いをかける、そうそうそう、かな、あ、やる半年間の、はい、ああこれから半年間の、あ、そうか、全然違う、私あ、どっちだ、この番組が、ね、うん、まだ半年今年も続くようにいや、続きますよ、それはなんか後ろ向きな抱負ですそれだけでいいです、うん、もっと続けたいよ ね、 ね、うん、もっとそうそう半年じゃん、今います、ね、本当に加入ね、新そう、本当で、本当に、新レギュラーですから、新レギュラーも入って今は、じゃああれ行きましょう、今観覧車が、うんうん、を倍にするっていう、どうですか、いいね、半年で倍にしたいっていう方法、ギャラリーに遊びに来てくれる人、あ、本当ああいう、まゆのおー、ありがとうございます、じゃあ、そうですね、うん、何かプレゼントとか用意したりね、そうですね、あ、ね、それもちょっと考えような、そうね、考えましょう、この半年かけてじゃあ番組をリニューアルしていきましょう、そうですね長期計画よんなよんなだなゆっくり歩こう、いいね、いい言葉だね、よんなよんな、そんな私たちのお付き合いいただければと思いますね、はい、はい、はい、近所さん何か、あ、ピーナッツボーイさん、はい、あのもう巻いてますからはい、あのちょっと名前出てます、ダイエットしたいなと思います、あ、今年の、はい、そうなんですか、はい、いいですね全然無理だから、はい、半年ありますからね、1ヶ月で1キロ落とせば6キロいけますから、頑張ろう、頑張りましょう、なんとかザックいけばいいよ、なんとかザックなんとかザックライザック言わないの言っちゃダメなの、ちょっと短くメールご紹介していいですか、はい、お疲れ様です、うん、沖縄は梅雨が思ったより早く明けたようですが、うん、九州は雨の毎日です、恩納村の道の駅はいろいろと食べるものがあっていいですね、ということで、はい、ちょっとラジオネーム見当たらないですが、はい、はい、メールいただいてましたよ、九州からいただいたんですね、そういうことですね、ありがとうございます、では、残りわずかとなりましたので、はい、お別れの時間です、はい、お相手はみえみえことみえこと、あゆことあゆかと、いつも元気なてつぴーです、そして、まゆことまゆみとピーナッツボーイでしたありがとうございましたバイバイ、おやすみ。